ソフトバンク工藤公康監督が21世紀クラブ主催のチャリティーキッズベースボールスクール2017に参加。一緒に参加した田中正義には、一つ一つクリアしていけば、もっと自信を持って投げられる。キャンプの第1クールか第2クールには打撃投手として投げてもらうつもりと A 組、1軍スタートを示唆した。